職人さんから、そんなものは伝統じゃないって言われました。堀木恵理子と申します。創作和紙を作る仕事をしています。建築空間に向けて和紙と光を融合させて作品を作っています。和紙をすくときには人間の作為と自然の偶然性というもののバランスを一番に考えています。私は人ができないっていうことをできるということに変えることに常に挑戦をしてきました。銀行員からこの世界に入りましたので、なぜできないのかっていうことも本当にわからなかったんです。だからやってみたらできたっていうことの繰り返しで革新的な技術が生まれてきました。職人さんからそんなものは伝統じゃないって言われました。伝統と革新は反対語ではないと思います。和紙は1300年の歴史がありますけれども、今伝統と呼ばれていても1300年前にこの技術は革新だったはずです。その革新が長年愛されて親しまれて使われてきて今伝統となっているんですね。和紙を進化させようと思って和紙だけの世界を見ていてもなかなか和紙は進化していかないんです。最先端のテクノロジーと融合させることでその世界が広がっていくんですね。和紙は燃える、汚れる、破れる、変色する、精度がないというような難点があります。この難点を克服するためには異業種だったり異素材の最先端のテクノロジーと融合させる必要があります。最初に車を見た時に日本の鎧のような印象を受けたんですね。戦いに使うものですけれどもエレガントなフォルムなんですね。中に乗っていてもなんかそういう強さとエレガントさが融合したものを身にまとっているような、なんかそういう印象を受けました。テールランプが L 型の流れるようなラインをあえてピッチで区切っていくということが遊び心のあるリズミカルなデザインを生み出していると思います。ラグジュアリーというのは本物であることだと思うんですね。出来上がったものも当然美しいですけれども、そのものが出来上がる工程、つまり制作の段階でもどこをとっても美しいし、そしてものになった後の経年変化も美しい、そういったことが大事なんだと思います。日本人は昔から自然に対する畏敬の念であったり命に対する祈りの気持ちということを大事にしてものを作ってきました。私はそういった思いを未来につなぎたいと思っています。